はい、どうもーレンでーす。はい、ケンでーす。はい、はい、ケンさん。何？私の彼氏がかっこいいのよ。ほう、今私が乗ってるのが彼氏なんだけど。はい、彼氏ですか。はい、うん、かっこいいだよね。なるほどね。バラバラしちゃうのよね。彼女できなさすぎて自分のバイクをとうとう彼氏って言い始めたタイプの方ですか？いや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 、違うよ。私もこの彼氏と2年ぐらい付き合ってるからね。あ、まあまあまあ、2年乗ってらっしゃるのは知ってるんですけど、あともう1個だけですか、レン君。間違えたな。レン姉さん、いいっすか？喋り方どないした今日。いや、何が？何よ？私、ずっとこんな感じだけど、どうしたの？喋り方をしてなかったよ、君。何のことかしら、私ちょっとわかんないわ。一旦ええわ、一旦流すわ。いや、私の彼氏のね、はい、自慢をさせてほしいんだけど、見て、かっこよくない？まあ、まあ、あの、彼氏かどうかは一体さておいて、あの、CD250R はかっこいいと。うんじゃないね。うんじゃないのよね。かっこいいでしょ、このスポーティーな体とこの肉体っていうのかしら。まあ、バイクはかっこいいですね。筋肉質でね。はいはいはい。このエロい体が。軽く気持ち悪いな。このね、はい、肉体は私すごく好きなのよ。そうですね、好きなんだけど、はい、やっぱ2年も付き合ってるとあんまり化してくるのよね。なんか悪いとこが見えてくると。そうなのよ。だから今日は2年付き合った私の彼氏の愚痴を聞いてほしいの。なるほど。2年乗った CB250R の悪いところを紹介していただけるということでよろしいですか？いい翻訳。どうも。よくわかってる。どうも、あの、レン君翻訳家一気持ってます。よろしくお願いします。さすがね。ということで、今回の動画は CB250R 悪いとこ5000。じゃあレン姉さん、早速なんですけど、一つ目の愚痴いただいてよろしいですか？いいわよ。二つ目なんだけどね、はい、私の彼氏、はい、硬すぎて、はい、プレー中にお尻が痛すぎるのよ。プレー中にお尻が痛いんですね。いきなりちょっと汚い系の下ネタぶち込んでくるのやめてもらっていいですか？何言ってんの、下ネタじゃないわよ。あ、まあ、多分ですけど、姉さんがおっしゃってること的にはバイクのシートが硬すぎて走行中にお尻が痛すぎるって言ってるんだと思うんですよね。あなたよく分かった。ちょっとあなたすごいわね。腹立つな、なんかこいつ。オッケーオッケー、はい、よかったですよ。CB ってシート硬いじゃないですか。走っててしんどいんですか？やっぱしんどいわよ。長時間プレーとかしたらもう覚えてないわよ、あなた。走行のことをプレーっていうやつだって言うから。何て言ってんの、プレーはプレーよ。やっぱ結構長時間走行はしんどいんですね、やっぱり。もうしんどいわよ、もうお尻限界よ、あなた。私、お尻ちょっと強くなったもんね。彼氏のおかげで。勉強されたみたいなもんよ、あなた。でもあれなんじゃないですか、上にあの耐震性のマットとか引けば結構マシになるんじゃないですかね。やっぱそういうね、はい、プレー中に使用する道具は大切なのよ。そうですね、やっぱりね、走行中のね。二つ目なんだけどね、はい、私の彼氏線が細すぎて、はいはい、ひょろいのよ。なるほど、車重が軽いってことですかね。そうなのよ。はいはい。だから高速でプレイしてる時とかももうなんかもうすごくひょろひょろになってるわけよ、わかる？高速道路で走行してるときに風に煽られてフラフラしちゃうと、うん、あなたすごいわね。私すごいわね。いらぬ誤解を招く言い方をするなと言いたいね、僕は。いやでも確かにね、 CB250R 144キロでしたっけ、風に煽られてる蓮姉さん結構見てきましたからね、僕は。そうなのよ、私もっとガッツリしといてほしいで、わかる。もうちょっと筋トレしてもらわないといけないかしらね。ちょっとあんた、ちゃんとやりなさいよ、あんたも。バイクは筋トレしても重くなれへん。あ、そう。3つ目言っていいかしらね。あ、どうぞどうぞ、いくらでもどうぞ。私の彼氏、うん、顔の肌荒れが強くなってきちゃったのよ。なるほど。これはまた面用で怪奇な感じの言い方をしちゃいますね。多分ですけど、あの丸目が結構でかいじゃないですか。だからそこが汚れやすいって言ってるんだと思うんですけど。違うよ、バカ。バカ言われました。違うわよ。違いますか。あなた本当に私のこと何にも分かってないのね。もっとちゃんと考えてみて。もう一回ワンモアチャンスいただいていいですか。いいわよ。あの多分なんですけど、あの CB250R ってメーターのところがね、デシベーター結構でかくなっていて、そのあたりに小傷が行きやすいって言ってるのかなと思うんですけど、どうでしょう。あなたすごいよ、ね、本当に。確かにね、そこ悪いとこかもしれないですね。メーターっていうのが、あの、キーシリンダーの上にあって、キーホルダーとかしてらっしゃる方からすると、そこが擦れて気づくかなってところですね。意外と乗ってないと気づかない悪いところかもしれないですね。特にメーターちょっと暗いじゃないですか、どっちかっていうと。そうね。余計白い傷とかが擦り傷って目立ちますもんね。そう
なのよ、もう本当に。だから私も彼氏に、はい、なんかパックかなんか買ってあげようかなと思って。メーターに貼るシールみたいなやつですよね。そうなのよ。あのパックっていうらしい。パックなのよあれはね。なるほど、保湿されるんですねあれ。やっぱ男って清潔感が一番だから、はい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 、こういう傷とかはダメなのよ。 YouTube とか見てると出てくる男は肌が大事みたいな感じの CM ですからね。手作りやないよ。1個だけですか。何かしら、いつまでそのキャラでやるんかな。何のことかちょっとそろそろお腹いっぱいになってきたな。どういうことかしらね。ちょっとずつ喋り方上手なってきてるの腹立つよ、ね、4つ目なんだけどね、この子プレー中のポジショニングが分かんないんだよ。全然分かんないのよもうこの子。さあ NG になっちゃうこれ、放送事故。もはや誤解のないように言っとくんですけれども、多分あのシフトインジケーターがないことによって走行中のギアポジションが分からないって言ってるだけなんで。そうよ、さすがね。あなた、あのね、言い方がいちいちね、さっきから全部卑猥なんよ。CB ってあれですもんね、シフトインジケーター標準装備されてないですもんね、 250R の方は。そうなのよ、だからもうなんか私どうしたらいいのみたいになるのよ、わかる。まあ確かにね、慣れてきて今はそうではないかもしれないですけど、最初の方とか結構分かりづらいかもしれないですね。最初は全然分からなかったしね。でもね、 125cc の方はね、確かもう標準装備されてるはずなんで、もしかしたら次のマイナーチェンジで結構つくのかもしれないですし、必要とあればね、 Amazon とかで社外製のシフトインジケーター販売してますんで、それもどうですかあれですね、さんつけてもいいんじゃないですか。そうね、やっぱそういうおもちゃを買っていった方がプレーの幅も広がるしね。おもちゃそう言いました、やめなさい。喋り方がただでさえ希少いのに、トーク内容が希少かったら終わりやねんそれ。あなた、おっぱいに向かってたから。ごめんなさいごめんなさい。あなた持てないのよ。その感じでね、痛いとこつくんやめてもらっていいかな。じゃあ最後いくわよ。はい、お願いします。私の彼氏の、はい、あれがデカすぎるのよ。こいつ一線超えたな今。CB250R のマフラーがデカすぎるって言いたいだけだと思うんですけど。分かってるじゃないの。あのね、言い方が一線超えてるのよね君。確かにね、まああのあれですよね、マフラーね、見た目からしたら結構デカいですよね。まあただね、あのこいつ最後までこのキャラできやがったっていうのがまあ結構来てますよね。僕の中で今最後だわよ。以上5点ですかね、レンネさん。そうね、もう今日だいぶスッキリしたわ、やっぱ人に言うことで。僕はね、スッキリせずにね、気持ち悪いムズムズしたままですけどね、喋り方もせずね。まあでもレンネさん、今日ありがとうございました。なんかいろんな愚痴でね、 CB について悪いところとかも分かってよかったんじゃないかなと思いますよ。ありがとう。ということでね、この動画を今回締めさせていただこうと思います。この動画でね、レン君気持ち悪いなと思った方、ぜひね、よかったら高評価、チャンネル登録の方お願いします。そんなん言ったら誰もしてくれないわよ。わかりました、あの思った方低評価教えてください。ということでね、この辺で動画をお別れさせていただきましょう。さよなら。来週やめてな、それほんまに。来週もこれでいく。やめて。